そうにつまらなそうな顔は一切せず、カメラ向けられたらもう満面の笑みでよろしくお願いします。ではゲストの皆さんから一言挨拶いただきたいと思います。鈴木みくるプロから。皆さんお疲れ様です。松本嵐、松本嵐、はい、皆さんこんばんは。前回から15年ぶりです。すいません、お邪魔します。村松選手の誕生日はちょっと前ですね、15日でしたね、はい、なので皆さんは村松選手のお祝いに来てると思うので、僕らのことは気にせずに楽しんでください。じゃあ小野、皆さんお疲れ様です。5年前にあのインクのハウスでゲストで初めて来て、今日2回目なんで、ハルさんが飲めなくなったらいっぱい飲みたいと思うんで、一日よろしくお願いします。最後はエイプリルフール大炎上でおなじみの FCJ そのキャラ、すいません、あのもう本当にあのエイプリルフールキャラマジで嫌なんで来年のエイプリルール本当に何もしません。もう先に言っときます。ダメですよ、そろそろヤンマーがつぶやくとか言ったらダメですよ。もう今想像しただけでもゾッとしてます。来年のエイプリルールはもう本当にハードルが上がるっていう意味でも、ついにゲームオンまで。いや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 、ちょっと待ってください。ゲームオンまで。ダーツをするために岩手に来ました。おっ、キャンプだろ。優勝するために岩手に来ました。そうないや。いや、いいですか。ありがとうございます。すいません、あの皆様ご存知の東北、岩手、浸透してる山梨式ゲームオンでいきたいと思います。あ、そうね。じゃあいいですか、皆様準備の方いいですか。みんな岩手は好きかの味。これこれ、いや、うまいな。めちゃめちゃうまい。飲んだ時にいい感じ。ああ、確かに。ちょっと、ちょっと、豚汁を飲んで一言。豚汁を飲んで一言。いただきます。大喜利じゃないよ。振りですか。大喜利じゃない。豚汁を飲んで一言。しみる。わかるわかる。やっぱ東北の味。うん、だよね。言おうと思った。東北の味ですこれ。ね、今更ながらサインもらってる。めっちゃ今更なぜ俺がもらってんのかっていう。これ買ったオリジナルステッカー。ハットのバッグの前に。みん
ました。いやもうキャンプばっかりやってる場合じゃないな。本当だね。何ですか？いけるやろ。いや怖い。姉さんが熱い。何いけるか教えましょうか。ナナマルパーフェクトいけるやろって。やれるやろ。じゃあ姉さんが行けるといけます。いや、そりゃそうや。こんなもん出てるやろ。できます、できます。言いました。盛り上げます。お疲れ様。いい映画が、あ、動画が撮れるよ。映画じゃないわ。何かを変えて自信がなくなって、その状況でダーツを投げなきゃいけない時に1歩しか出ないんですよ。思い返してください、初めて1歩しか出なかった。当てはまってませんか？一番自分がダーツが入る自信がない時に何か投げさせられて1歩になってませんか？まあ、じゃあやっぱり一番やっちゃいけないことは、今までの積み重ねてきた実力が出せないような変更をしちゃいけないんですよ。トッププレイヤーが落ちないの一番大事なことは何かというか、下手になるっていう取捨選択を取ったことがない。じゃあ春樹さんが来年ホーム変えたんで1年間全部予選落ちってスポンサーが許さないです。僕もそうです。じゃあどうしたらいいか。絶対に予選落ちなんかしない、もしくは常に優勝したい方ばっかりを研究してやってるんですよ。でも一歩進んだ人ってどういうことだったら、落ちてもいいから変えようとしてる人なんですよ。落ちてもいいからこれを俺が取り入れれば絶対上手くなるって変な希望を抱いた人が一歩進んだんです。だから自分の中でちょっとでも今よりも下手になるようなものを取り入れたらダメですよ。その先に自分の幸せが待ってると思ったら間違いっていう。一個例外があって、それは何かって言ったら、レーティングが別に上がらなくていいっていう人がいるんですよ。そういう人は大いに変えてレーティングを落としたらいいです。でもレーティングが上がりたいって思う目標をずっと持ってる人は何も変えたらダメです。絶対レーティング落ちるんです。レーティングを上げたいっていう人がレーティング落ちるものを選ぶっていうこと自体がナンセンスっていうか、やっちゃいけないこと。自分がどうしてもやりたい、行きたい道があるのに遠回りあえてしてるわけ。そんなのやっぱりやったらダメです。できるだけ自分の中で近道を選ぶ。でもしもそうやって一発になったら遠回りじゃないですか。でもそれはどう考えたらいいのか。遠回りしたことによってみんなが特別した一発になったと思います。みんな一発っていうものを経験して、それを克服したりたまに出たりしながら戦ってるんですよ。お前もさ、スティッカーくださいよ。いや、まあ、勝ったもんね。勝ちましたから。あげてなかったね。あんなに盛り上がってた。そう。それ取りに来たやろ。そりゃそうっすよ。くださいよ。それと、なんか、負けた人が圧が。俺も来年炎上しよう。言ったね、言ったね。エイプリルフール。いや、マジで気をつけたらいいよ。俺、やだ。俺、今までうまく SNS やってきたもん。俺もやってきたつもりで。俺初めて炎上した、うん、すごいすごいドライなコメントいっぱい入る。
これがエイプリルフールだとありえないと思います。なんかわかんないけど追い出された気分炎上した人と炎上してない人の。俺もメラ君聞いてめちゃめちゃ、炎上した方がいい。おめでとうございます。おめでとうございます。今年から炎上商法で頑張ってください。燃やして、燃やして、燃やして。いや、俺やだ、俺そっちに行きたくないんですよ。来年もよろしくお願いします。やだ、やだ、やめろ。来年はやっぱね、もっと炎上できる。俺はもう、マジでごめん、エイプリルウールはこの世にいないからね。ねえねえ、重い。空気がなんかちょっと想像しただけで、ゾッとしない。いや、しますね。来年の3月さ、20日ぐらいかな、はい、エイプリルウールヤンマーなんて言うのかなっていうツイッターが。ちょっとじゃあ、イカ OK です。タグ付けて。いや、マジダメよ。はい。もう外したくないです。あー。なのでね、高校はこれね、ワンブルーが人工的に。あー、せーあご近所お誘い合わせの上、どしどしご参加ください。今日はありがとうございました。